すげえ綺麗に吹ける。え、うそ。モーターズ。はい、どうもこんにちは、モーターズの山田です。寒い。3月末だというのに気温が10度を下回っている。今日はですね、久々にヤマトの実験室っていうコーナーをねやっていこうと思うんですけれども、巷で話題の冷たいなんちゃらシリーズご存知ですか？冷たいヒューズとか冷たいワイヤーとかいろいろあると思うんですけど、今日はあの辺をですね検証していこうと思いまして、今日はこちらを紹介していこうと思います。じゃじゃん。今日はですね、このアイスワイヤーをいろんな車に取り付けてどれぐらい効果があるのかっていうのを検証したいと思います。いわゆるね、ヒューズとかこういうアイスワイヤーもそうだけど、数値で効果が出にくいパーツってなかなかみんなこう手が出ないとか、コメント欄ではオカルトだオカルトだオカルトだって書いたりするでしょ。俺の車もホットイナズマついてるけどこういうものをですね実際に検証してどれぐらい効果があるのかっていうのをね試そうと思います。で、後ろに見えるのはですね、もう見慣れてますね、今日カメラですけど EJ のスイスポ、これと合わせてですね、まあ、まず現代の車部門で1台と、あとはハリアーのハイブリッド、これも編集部のね中の人が乗ってるやつなんですけど、で、現代の車かつハイブリッドの車と、でさらに僕のビートと、3台でですねこのアイスワイヤーをつけて、検証していきたいと思います。まあ、これどういうもんかっていうとですね、バッテリーのマイナスと車のボディの、アースのところの端子にね接続するんですけど、すごいのがですね、このケーブルマイナス196度で冷やしてるんですね。液体窒素を使ってですねケーブルを冷やすことによって、分子とか原子の配列っていうのがですねギュッとこう密集して整うんですね。そうなることによってものすごくこう導電性が良くなるという代物らしいんだな。さらにですね、これバッテリーの一番大元のところからやるんで、一番最初に出てくる一番重要な電気っていうのがですね、よりこう大きな状態で車に通るらしいんだな。新しい車、当然電スロだし、いろんなところが電気で動いてる車っていうのは、正しい電圧が各部に配達されることによって車の動きっていうのが変わるはずなんだな。オーディオだけじゃないよ、スロットルもそうだし、プラグもそうだし、コンピューターとかだってそうですわ。この車はコンピューターもやってあるしね、そういったところももしかしたら変化するんじゃないかと。それじゃあ早速取り付けていきましょう。はい、アイスワイヤーを取り付けるポイントですが、エンジンルームのこのバッテリーのマイナス端子のところに金具をつけて、そこから伸びてるアース線を、見えるかな、ここにねアース線が伸びてるんで、この2箇所に止めます。はい、というわけでつきました。よっ、ここですね、バッテリーのマイナス端子からピューッとアイスワイヤーが伸びて、ボディのアースのボルトのところに結線されています。ついちゃったよね、楽しみだね。ね相変わらず君は感情とかないのか、もうちょっとワクワクするとかないのかな。ちょっとねワクワクしますから。ワクワクしてるんだね、すごい感情に乏しい久々の神ちなみに、はい、元々こんなステイはないわけですけど、なかったですね、これ。このゴールドのプレートね、元のステイに挟んでる感じだけど、これはなんで必要なんだ、うん、これはここに、充電を感知するセンサーがついてて、うんうん、全ての、ま、電気がここを通って、ま、このバッテリー側の端子マイナス端子に入っていきます、はいはいはい、っていう電気の流れなんですけども、うん、まあ、よくありがちなユダさんがこっち側にだけ端子、うん、結線してしまう、うん、ってやってしまうとなんだっけっつってね、まあ、電気の流れる量がここに、こっちに結線してしまうと変わってしまうので、うん、こっちに結線してしまうとね、うん、なので、このセンサーを介して結線することで、ここに正しくその電気がどれぐらい通ってるかっていうのが、信号としていくので、バッテリーには正しく、うん、充電用の電気っていうのがダイナモから発電されてくるよと。でこれを通さないでやった場合は、電気の流量が変わってくるんで、あ、そんな発電線でええやんけっつってダイナモが仕事をサボり出してバッテリー上がりみたいな事象が発生しかねんっていうところで、現代の車とかの場合はこのステは必須アイテム、アイドリングストップとか、はい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 、ああいうのがついてる車には確実にこういったセンサーがついてますんで、なるほど、はい、必要ということですね。じゃあ、はい、走ってみましょうか。いきますか。行きましょう。はい、というわけでですね、はい、アイスワイヤーをつけて、オーナーであるスイスポの神 EJ にインプレッションしてもらうわけですが、はい、どうかね、どうかね、まあ、じゃあとりあえずエンジンスタートから行きましょう。そうですね、まあエンジンかけたぐらいじゃさすがにな、うん、はい、暖気運転も終えて、通りに出てまいりました。
としては電気で制御されてるところに正しい電圧がいくんで、アクセルのレスポンスの改善であったりとか、ブーストの立ち上がり方が多少変わったりとかね、いろんなことがあるわけですけども、あとその他にもオーディオの音質改善っていうのもありましてですね、実は僕撮影前に T のジムニーで、一応アイスバイヤーつけたことあるんですけど、乗り心地はね正直合わなかった、自分の車じゃねえしっていうところもあったんですけど、オーディオに関してはね、音質如実に改善したなっていうのはありました。じゃあ EJ のスイスポ音質どうなのかっていうところですけどね、オーディオなんかついておりやせんというわけで走りにねフォーカスしていこうというところですな。いや、間違いなくトルク上がってるよ。あ、そう、うん、今踏んでって、うん、あ、加速すんなと思った。あら、ブースト見て全く上がってないから普通に加速してるじゃん。はいはい、これメーターピクリとも動いてないよ。ブーストメーター全く動いてない、全く動いてない。だから普通に今まで通り踏んでいくと、うん、あれブーストかかんないまま普通に加速してるぞっていう。低回転でのトルクの出方が変わってるっていうことになる。出方がやっぱりよく出てるっていう感じなのかな。へえ、全然違いますか今のところは。うん、違うっていうのは分かるわけど。はあ、うん、どうですか。立ち上がり自体もすごいスムーズになってきて、ほうほう、いわゆるドカンっていうターボのかかりっていうよりかは、うん、その尖った部分が全部鳴らされて、うん、だけどちゃんとすごいパワーがしっかり出てる。どうですか今その使用している分での個人的な感想というか、そういう小難しいことは抜きにした素直な意見だよ。これね、こんな変わると思わなかった。そんなに違う？あのね、俺この手の電装系のチューニング、うん、まあ、前はあのイグニッションコイルやったんですけど、うん、昔からあるアースチューニングっていうのかな、うん、初めてなんですこれやったの。ほうほうほう、あ、こんな変わるんだっていうのをね、そんなに違う、うん、神が言うんだからこれ本当だね。まあそのブーストの立ち上がりがスムーズ、うんうん、で扱いやすくなっているっていう感じかな。そうそうそう、うん、神どうですか、え、このアイスワイヤー最後の一言、神的にありかなしか。いや、ありでしょ。うわいただきました、ありです。星いくつ、なんだろう、3つって言っちゃうとね、うん、嘘くさいじゃないですか。はいはいはい、2.5ぐらいかな。いただきました、星 2.5 イエーイ。じゃあ次ハリアいってみよう。はい、今度はですね、ハリアのハイブリッドということで、普段はあまりカメラに映らない編集部のフィーゴがこんなの乗ってたんですね。よろしくお願いします。知らなかった。じゃあ、はい、つけてみてください。まあさすがにね、ハイブリッドなんでここは分かんないっすよね。下が、お、加速ヒュッてくる気がします。お、もう違いますか。まだね、走り出して数十メーターレベルだと思うんですけど、はい、というわけで幹線道路ですね。お、そうですね、下がこう走ってくれるようになりましたね。今結構いい加速しましたね。そうですね。おお、ハリアって、はい、遅くてストレスだったんですよ。うんうん、ハイブリッドは買うもんじゃないなと思っていましたが。なるほど。この感覚だと全然こうモーターで押してくれる感が出てるので、いいかと思います。これはアイスワイヤーを入れることによってこう電圧が安定して、よりモーターもちゃんとパワーが出てるんですかね、と思います。おお、今度は、はい、オーディオもチェックしたいっていうところだ。まあどれぐらい違うかは正直僕にはわからないので、編集部フィーゴにどれぐらい違うかっていうのをね、感じてもらおうと思うわけでございます。スピーカー変わったかなっていう感じが、ちょっと極端に言うと、はいはいはい、なんかこう音のなんていうんですかね、厚みっていうの、うん、まあ、なんかすごい増した気がしますね。なんかあれですか、その前はもうちょっとこう音質が違ったんですか。あ、音質違いましたね、うん、なんかちょっとチープだなって気が勝手に思ってたんですけど、はい、こうやって聞くとなんか音いいじゃんってちょっと思っちゃいましたね。へえ。山下的にどうですか、ミュージシャン山下さんとしての音は。なんならこれ僕すごく聞き慣れた音源なんですけども、うん、でもね、こんな綺麗になるんだこの車って正直思ってますね。オーディオにも効果ありということで、ありという、はい、改めてこのアイスワイヤーをつけて感じたことで言うと、加速が良くなった、加速が良くなった、プラスオーディオの音質が良くなった、音質は良くなりました。あとなんか車ちょっと静かになったような気もしますね。うーん、キーンとかいうのもなんか、はいはい、あのハイブリとか特有のキーンっていう音、うん、なんかないっていうか、はいはいはい、そういう実感があります。なるほど、はい、
じゃあ、編集部フィーゴ的にこのアイスワイヤー星3つで言うといくつですか？星3つです。いただきました、星3つ。はい、今んとこ 2.53 と来ております。じゃあこの後ですね、僕のビートで検証していきたいと思います。はい、というわけでオーラス、私の愛車ビートでございます。久々の登場ですね、この車も。まあ、正直今ね、2000回転ちょんちょんぐらいまでしか回さないでポン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 ってシフトアップしてるんで、今のところそんなに大きな変化感じないかなと。あとですね、今日はカメラマンが EJ でございます。巨漢なんですわ、割と。一人で乗ることがやっぱ多いんで、助手席にウェイトがある状態でも分かるのかっていう。失礼な。え？いいじゃん、アクセル踏んでいきますよ。実はこれちょっといろんな都合があってね、オイルちょっとあんま変えてないの。そのせいでちょっとかったるかったの最近。さすがに今ね、すごい段もなく綺麗に回ったよ。わ、ちゃんと前進む。わ、すげえ綺麗に回るな。こんな違う？嘘。EJとはね、この車でよく一緒に帰ってたりとかするんだけど、そん時ってもうちょっとこう進まないな、アクセル踏まなきゃいけないな、まあ、回転上がるのかったりなみたいなのが多かったんですけど、うん、今はそんなことないね。今はすんなり回転が上がっていって車が前に進んでるなっていう感覚、うん、だこれ多分一人になったら全然、うわーめっちゃトルクあるやんっていう方向に変わるんだと思う、うん、年式が古いと余計そう感じるんだ。そうかもしれないね。多分アナログな車ほどこういう感覚なんじゃないかな、うん。まあ、何より僕の車すでにホットイナズマ回がついてるんでね。買った時からついてるから外してないんだけど、その上にアイスワイヤーくっつけてホットボイエスアイスみたいな状況の中でどれぐらい効果あるんだろうって思ってたけど全然違うわ。ほら坂登るもん、四速だよ今。スイスイ登っていきましたよ今坂。はい、もうあの言うまでもないですが星3つです。いただきました、星3つ。イエーイ、一人二役。会社帰ろ。はい、というわけでですね、今日はこのアイスワイヤーを紹介させてもらいました。検証した結果ですね、 EJ の ZC33 のスイスポでは星 2.5、 フィーゴのハリアハイブリッドでは星3つ、そして僕のビートでも星3つという結果になりました。イエーイ、アイスワイヤー。はい、まあこれつけたことによってどんな効果があったかっていうと、みんな言ってたのはやっぱその発進が楽になったって言ってましたね。その要は低速トルクがちょっと出たような感覚というか、実際ですね、僕も今ビートをここに移動するのにですね、バックで、ここまで持ってきたわけですけど、ここちょっと登ってるんですよ道が。で楽にヒュンヒュンヒュンって入ってきてびっくりしましたね。皆さんもこのアイスワイヤーぜひ気にしてみてください。そしてですね、これらのパーツが、それぞれの車種専用品として近々発売されるかもしれないんです。そのあたりの情報っていうのはですね、随時、このモーターズチャンネルもそうですし、モタガレでも特集取り上げていきますので、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。この動画を見たビートオーナー、ハリアオーナー、そしてスイスポーナーですねの方々っていうのは、ぜひぜひモタガレとこのモーターズチャンネルチェックしておいてください。ちなみにですね、ハイエース用っていうのも出てくるかもしれないらしいですよ。そのあたりもバンバンモタガレおよびモーターズチャンネルで追っかけていくんで、皆さんこの話題のアイスワイヤーチェックしておいてくださいね。はい、というわけでここまでご視聴いただきありがとうございました。このアイスワイヤーが気になる、この動画面白かった、またこのチャンネル見たいって思った方はですね、ぜひぜひ高評価と、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。この画面のね、右下ら辺に出てる赤いボタンを押せばね、チャンネル登録できるんでよろしくお願いしますよ。あとですね、モーターズチャンネル愛車紹介の、参加している方も募集してるんで、そのあたりは概要欄の方チェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。いやマジいいよこれ、めっちゃいいからねこれ、めっちゃいいからねこれ。僕のビートってかっこいいね。これだけかっこいい自分の愛車を自慢したいなっていう人が Twitter とかね、いろいろ見てるといっぱいいるんですよ。手塩にかけてお金もかけて作った愛車、見せびらかしたいと思いませんか？モーターズチャンネルでは愛車紹介をさせてくれるユーザーさんを募集しております。概要欄に載ってるメールアドレス宛てに自分の愛車のイケてるポイントとお写真を添えてご連絡ください。ご連絡お待ちしております。